梅鉢相続の多年草。梅花草の別名があり、その名の通り花が梅の花を思わせる。根室用は柄があって、葉時計。高さは10から40センチメートルで、花形には葉が1枚と花を1個つける。葉は茎を抱いている。花期は8から10月で2センチメートルほどの白色の花を咲かせる。北半球に広く見られ、日本では 北海道から九州に分布する。山地帯から鉱山帯下部の日のあたりの良い湿った草地に生え、地域によっては水田のあぜにも見られる。コウメバチ草は、ウメバチ草の高山型の鉱山植物。北海道から中部地方以北の鉱山帯に分布する。母種のウメバチ草との違いは、コウメバチ草のカリオシベが7から11列するのに対し、 梅蜂草は12から22列している。コウメバチ草、梅蜂草属は、北半球の温帯から寒帯にかけての産地に50種ほどがある。以前は、雪の下かとされていたが、エペジー植物分類体系では、錦木メに梅蜂草カパーナシアッチが新設され、アプジャイでは、錦木儀化に移された。二族があり、梅蜂草属のかに、 中南米に分布するレプロッパタリン族がある。形態的には、花が丹精で、おしべ10本のうち5本が、仮おしべになる、などの点で、雪の下かと異なる。梅鉢門、梅鉢とは、門所の一つで、変形に、中心部がおしべの形ではなく、ただの丸になっている、星梅鉢がある。菅原道真や前田利家の家紋として有名で、湯島天神など、 天神社でよく見かける。家紋に由来する植物名には他に花火しそうなどがある。ありがとうございます。